そこからクロスにヘディング来た、同点。東のクロス、ヘディング。若手東仕留めたベテラン柴崎。アディショナルタイム。ドラマが待っていました。いやー、うまくね、東選手のクロスを柴崎選手は合わせましたよね。金と右の小池。クロスが入る、アンデルソン・ロペスのヘディング。最後は金とオーバーヘッド。これがゴールライン終わっていない。ここでどうだ、今の笛はゴールラインを割って右側から縦パス入った荒木、そして鈴木優真、クロスが入る、上田綺世、アディショナルタイムの得点です。日本代表上田綺世、大きな拍手に包まれています。クロス入れた、ヘディングシュート、見事に決勝点。ヘディング